ブルベ冬だった。ブルベ冬だった。ブルベ冬でした。今高崎駅でやってた資生堂のマキアージュのキャンペーンの、パーソナルカラー診断、パーソナルカラー診断を受けてきて、その結果私はブルベ冬でした。私ずっと自分のことブルベ夏だと思ってたの。見ればわかるでしょ。私自分のことブルベ夏だと思ってたの。そしたらブルベ冬だった。なんかブルベなのは確実で、私はなんかなんとなくブルベな特徴的にブルベ夏だなと思ってたんだけど、でもさ、なんか私が私のことをブルベ夏だと診断したわけで、いくら寛容だと言っても、いっぱい人のこと見てるそういう人の方が多分正しいよなと思って、ああブルベ夏なんだと思って、これがこのブルベ夏に合ったマキアージュでメイクしてもらった顔です。私は黒目がちらしいので、すごい黒目がちらしいので、黒目を強調するメイク、インライン入れて、で血色感はピンク系のチークでこうすごい広めに入れて、口紅はローズ系の色を塗っております。で買い物してもらった紙袋が超かわいい。これすごいかわいいよね。すごいかわいい。買いました。まあそれで実際ブルベ夏かどうかっていうのはどうでもよくて、ちょっと今日は話したい話がある。これまだ関西限定なの。アサヒゼロ、アサヒのスーパードライじゃない0%のビール。あ、だから私この色の方が似合うってことらしい。でもそうかもね、確かに。これを横に置いた方が顔がくっきりするかも。これ京都にいた時に買って、帰りにどうしても飲みたくて、ずっと取っといてたの、買ったものを、帰りに買ったものを今飲みます。これ早く全国発売にしてください。これはですね、今までのノンアルと違ってマジでビールっぽい。しかもなんかそのバイチェンとかよりのビールっぽい。これね、本当に美味しいから。銀河高原ビールとかそっち系です。だから銀河高原ビールに一番似てる。なんかその本気のバイゼンっていうよりもなんかそういう感じに近いです。0%でこの味は美味しい。やっぱりこう、そうだね、濃い色の方が。ブルベ冬っていうのはこういうはっきりした色が似合うらしいんだけど、まあ、それで私もブルベ冬だと思ってたの最初、ブルベ診断でも。ブルベ診断を自分でしてみたら、ブルベ夏だろうってところにたどり着いて、この1年ぐらいずっとブルベ夏の気持ちでやってきたんですよ。ブルベ夏っていうのはこういうねパステルカラーが似合って、顔とかもちょっとくすんだカラーの色味が似合うのがブルベ夏で、ブルベ冬は青みなんだけどくっきりした色が似合うのがブルベ夏だから、黒、真っ黒の全身ブラックコーデとか全身白コーデとか赤とかそういうのが似合うのがブルベじゃん。ブルベ冬じゃん。ブルベ冬じゃん。ほら、ブルベ冬の
お守りじゃん。つまりそうなんだよ。私はブルベ夏だと思ってやってきたのこれまで。でもそれはなんか優しくてふんわりしたブルベ夏っぽい人間でいたいっていう気持ちが自分をブルベ夏に寄せてたのかもと思って、それをなんか、いやブルベ冬だと思いますって言われた、なんかその一番強いのはなんかこの黒目と、まあ、肌の色と髪の毛なんだって。もう髪の毛の色っていうかこの髪の毛の張り、なんかもっとブルベ夏の人は髪の毛の張りがほら猫っけ、ユウさんみたいなさ、あのユウさんみたいな猫っけとかなんだって。私どう考えても猫っけではないじゃんこれバキバキに生えてるから、バキバキに張りのある毛だから毛量も多くて、だからブルベ冬だそうで、だそうなんだよ。生まれ持ったものはやっぱり、あ、直感最初私ブルベ冬だろうなと思ったブルベ冬なんだよ私。だけどなんか去年1年ブルベ夏であると同時にブルベ夏のようなちょっと儚げなでも優しそうな人を目指す誰かを助ける自分であろうとしたんだろうね。それが自分がブルベ夏だと思ったり、ブルベ夏っぽい服を買ったりで、だんだんこう顔とか雰囲気もブルベ夏っぽくなってたんだけど、そのたとえその資生堂簡易診断が合ってる合ってないじゃないにしても、私としてはそこでブルベ夏だって本来持ってる顔のパーツとしてはブルベ夏だって言われたことがすごく呪いがバンって溶けたように嬉しくなって、昨日その鎌倉の美容室でももうずっと髪の毛切ってくれてるあの小川さんっていう美容師さんは、私が大学時代からずっと髪の毛切ってもらってるんですね。二十歳ぐらいから、だから二十歳から35までの私のそのいろんな人生のあの機微を、まあ、一時期会ってない時もあったけど、一時期お願いしてない時もあったけど、あの私が群馬にいたりしたから、そのずっと知ってて、その小川さんはやっぱり私のこの1年間やってきた髪型は、まあ、本来のもぎちゃんじゃないよねっていうことはずっと言ってて、まあ、そうですかねみたいな。私はなんかちょっとブルベ夏っぽい自分になりたかったからさいやちょっとおとなしめでとか、ちょっとラベンダー系でとか言ってたんだけど、でも今回も割とこう赤系になったように、やっぱり私はブルベ夏的な人間なんだと思う。要するに私はギャル、私はギャルなんだよ、私はギャルなんだと思う。なんかやっぱり間違いが、そこに間違いが生まれている。やっぱりもっと見た目からちゃんとやっていく、だからやっぱり自分の中でも本来私がこの何年間、この十何年ぐらい隠してしまってる本来の自分の部分があって、それがちょっと目を覚ましてきてることで、やっぱりこういろんな違和感が生まれてて、だからとりあえず来年は私はギャルミになります。私はギャルミになる、てかギャルミに戻る。私ずっとあのギャルっていうと語弊があるけど、ギャルに憧れて生きてきて、もう中学生高校生、私はそんなにギャルにはなれなかったんだけど、あの本物のギャルには、でも本物のギャルの友達はいて、なんかギャルサーとか入ってていいなみたいな。でもそれでなんかギャルサーとかいいなみたいな、あの駅のとこで、高崎駅のとこで着ぐるみ着てこうパラパラ踊ってるあのギャルサーの友達がいたんだけど、その友達にギャルサーいいなって言ったら、いやでもギャルサーみんなケツ持ちがついてるんだよって言われて、あそうなんだ、すごい世界だなと思って、まあなんだか知らない人は調べてください。でも私はだからそのギャルにはなりきれなくて、で大学入って、でその時にだからやっぱちゃんと調子が良くなった時は
すごい自分があの居心地のいい髪型と服装してたと思う。まあそれがギャルだったんだけど、あの金髪ミニスカートだったんだけど、ずっとなんかやっぱね、そっちの方が居心地が良かった。で、まあいろいろあって、まあ、そういう自分がどういうものを好きかっていうのも忘れてって、最終やっぱり私はブルベ冬な人間なんだっていうか、そうなりたい、そう戻りたいと思ってる。で、なんでこれをここで言ってるかっていうと、やっぱり見てる人の中にもその違和感を感じてる人っていうのが多いと思うし、なんか何なんだ、でもどっちが本当なんだろうね。本当に私はその困ってる人間で、子供っぽく扱われるべき人間で、そしてそれをあの甘えて、そう思ってくれてありがとうみたいな感じで受け入れるべきなのかなっていうのは、なんか今まで私のことを好いてくれる人、見た目とか、主に見た目、そのギャル、それは大学時代に関してはその金髪になる前ね、すごいまだ18、19とかで、あのちょうど昨日みたいな髪型の時かな、髪型の頃とか、あてかもうそうじゃなくても、なんか私のことを好いてくれる人はやけに私のことを子供扱いするのね。なんかなんなんだろう。でも私は確かに子供なのかもしれないよね。それにちゃんと甘えるべきなのかもしれないよね。守ってくださいと。でもそうやって扱われることにはすごく違和感がある。まあ受動的攻撃性っていうことなのかもしれないけど、なんか精神医学用語で言うと、その優しくしてきてくれる人に、てかだから近づいてきてくれる人に対して正しい対処がわからないから、近づいてきた人には攻撃をしてしまうっていう、まあ本当野生動物みたいな感じですね。私野生動物みたいな感じなんで、でもだから野生動物みたいだから感じだからこそ、どうなの？どう保護されるべきなの？まあとにかくブルベ、とにかくなんか違うの。やっぱりこの今の私の見た目はやっぱ私じゃないんだよ。これは私じゃないと思う。それの一環で英語も勉強しようと思ってるんだけど、なんだこれ、今までで一番意味が分かんないビデオな動画になっちゃった。とにかく私はブルベ冬です。ブルベ冬です。で今日はじゃーん、呪術廻戦で英語を学ぶ、これをね買ったの。これはね、なんとね、あのどう学ぶかっていうと、あの心配する必要ありません。皆さんが行うべきことはただ一つ、呪術廻戦の登場人物たちの英訳されたセリフを唱える、ただそれだけです。大事なのはセリフを暗唱できるぐらいまでに音読を繰り返し行うことです。そこまで来れば自分の英語力が上がってきていることに気づくことができるはず。いや、なんかさ、ちょっと TOEIC とか TOEFL とかでちょっと心に迷いが生じた今の私にはすごい最高なんですよ。てかもうさ、ちょっとサンプルを立ち読みした時点でもう、これはなんかこの私結局中二病だから、永遠に中二病だから、もう呪術廻戦のセリフを英語で唱えるなんて、もうたまらんたまらんっていうわけなの。
What is a good desk? とかね。いや、内容、内容。いや、だからそういうこと、そういうこと。ああ。I don't know how I'd feel when I die, but I don't want to regret the way I lived. 自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔したくない。え、これをさ、音読すれば英語わかるようになるなんてさ、え、最高すぎない？もう、なんかもう、ああまあ、私はあの、ななみん。ななみんですね。みんな喋りたいのはななみんのセリフですよ。あ、ネタバレ超注意なんで、呪術廻戦を、渋谷事変がどうなるかまでは、を読んでない人は絶対読んじゃダメ。超いい。超いいよ、これ。結構難しい英語だから、でも、なんかその、このね、なんか、まあ、超有名な、大丈夫、僕最強だからっていう五条悟のセリフが、日本語で、英語で、Don't worry, I'm the strongest ってなってて、その横に、最上級の説明とか、このエストで表す最上級とかなんかちゃんと書いてあって、めっちゃ面白いと思う。これ、高校生とかがいいんじゃないかな。中学生、え、でも中学生もいいかもね。中3、いやでも中3受験だからダメだ。だから高1とかで、読むのが、最高だと思う。そして私がもう最高に笑ったのが、ここに、ね、開けたところにですね、芥見先生のこのね、コミックス開けたところにコメントあると思うんですけども、ここで爆笑しました。これは買った人だけのお楽しみがいいと思います。いや、だからそういう、私はなんか、そういう人間じゃありません。ブルベ、夏の人間じゃない。やっぱりそれは正しかったんだっていう、小川さんがいつも言ってくれる、そういう風に思われちゃうもんね見た目ではっていうのが、やっぱそうですよねっていう、そのちゃんと生き生きしてた頃の自分を取り戻してきてるだ。だから勘違いしないでおくんなまし。私はなんかなんだろう、大変だし苦労してるけど、なんだろう、強がってるとかじゃなくて、分かんなくなって、でも分かんない、分かんない、分かんない、なんか頂き女子リリちゃんの高須クリニックの人の解説を聞いてたら、なんか突然私の病気、私の障害の説明し始めて、境界性パーソナリティ障害、私は傾向だけどの人の中説明し始めて、ホストにハマる人はこういう障害思ってる可能性が高いですよって言われて、なんか急になんか、え、リリちゃんの話聞いてるつもりが私の解説し始めてるんだけどと思ったんだけど、まあ、なんかそういうなんかこういろんな勘違いが生まれている、なんか今日もその資生堂の人に、なんか優しそうな雰囲気でとか言われちゃったんだけど、違うよ、私全然優しい人間じゃないし、もう全然優しい人間じゃない、もう全然優しい人間じゃないし、なんかもうあれ IWGP のまこっちゃんのセリフいつも思ってる、あーめんどくせえって思っていつもいろいろやってる、全然その心よく何事も引き受けてないよ私。分かんない。そういうわけでこれ今日の本は呪術廻戦で英語を学ぶでした。あと資生堂の紙袋かわいいで、おすすめしてもらったブルペ冬のアイシャドウをせっかくなんで買いました。マキアージュドラマティックスタイリングアイズダークエスプレッソに黒のインラインが入ってて、で私こういう普通のピンク持ってなかったので、これはマキアージュダラマチックカラーの、
ベリーマカロン。いや、だからマカロンとか食べるタイプじゃないんだ。いはい、そんなわけで、はい、新しい自分に脱却したいっていう、変なテンションの動画でした。朝日さんはつべこべやず、これを早く全国発売してください。ではさよなら。ブルベ冬、ブルベ冬です。骨格ウェーブです。